応援歌聞けんや。ちょっとあれにするか。はい、まず一発。そら余裕やろ。そうどう。えぐい。今日外使う、この昔の外、エキサイティング持っとったけど通常に継承した俺の外、あの俺の熱気の外じゃないっすよ、俺の通常シリーズ版の外。でも不思議じゃない、なんでエキサイティングの写真なのって。これ一番不思議やろ。俺が一番分からん、俺が一番分かってない、俺が一番分かってない。女意味分からんでしょ一番の謎よ。俺エキサイティングの外持っとったんやけどな、なんでか知らんけどシリーズ1しか残ってないよね。不思議やね。ええ、不思議ですよ。まあちょっと今日外使ってめちゃめちゃ打てたら走るわ。打てんかったらいらんてか俺の外ファースト守備 C あるんや、強。ちょっとさ、俺外ロッテの応援歌使っていい？ダメ？俺外ロッテの応援歌使っていいっすか？これマジありじゃない？ディディニディニディーンディディニディニディーン。今日外で50発やね。いやでも外やったら50発打てるよ。これ勝ち。そんな今までさ、なんかウィーラーで50発とかフランコで50発とか岡林で50発とかわけわからんこと言うんだけどウィーラーじゃなくて外は余裕でしょ、そんなもん。アーチスト降格やもん。はい、オッケー。応援歌聞けんや。ちょっとあれにするか。はい、まず一発。そら余裕やろ。それ余裕ば。岡林でホームラン50発とか、そんなウィーラーマギーとかじゃないんじゃけん。それはもう余裕やろ。余裕余裕余裕のよっちゃん。そこら辺で50発打つのと外の50発は全然違うよ。もう秒ば秒。その新井さんとかね、新井さんとかホームラン2発打つのに4時間ぐらいかかったけんな。外打ちやすいな、やっぱな。えぐいでもさ、1打席目であんなホームラン打ったら欲しくなるよな。こんちゃん強っ。99-88、化け物じゃん。99-88はほぼ落ち合い。こんちゃんも強くなったね。こっちは全部いい当たり。俺できれば横浜バージョンの外じゃなくてロッテバージョンの外が欲しいんやけど。なんでかというと、俺なんか最近ね、リーグパリジュンなんですよ。リーグパリジュンやけんさ、パリーグの選手を基本極みにしたい。最新シリーズを、はい、2発目あのこれ50打席で終わります。ごめんなさい、すいません、これ50打席で終わります。マジでこれ50で終わる今日。ごめんね、今日早いよマジで。秒も秒よ。外強いな。オッケーで、ちゃっかり森友や新フォームになってホームラン初めて打ちました。外外強っ。そりゃ強いよ。アーチスト降格パワー A でしょ。弱いわけねえ。
って応援歌聞きたいんやけど。ディーン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 。洗いの4時間が外やったら5分で終わった。まあこれがアーティストとラインドライブの差やな。まあええか。イチローさんタンタが多いけんいいわ、応援歌が聞けて。そうと3本目でん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 。クソ強マジで。いい合わせ方カーソルの。いや外ランキング走らんでこれスピーカー4でよくない。ロッテバージョン欲しいし俺。なんならこの4300の普通の外でやれる。そうどう。えぐい。4本目マジで余裕。クソ打ちやすい神。やっぱ外の代名詞よな、あの流し打ちは。外ファン、外推しがこぞっていう外の流し打ち、あれが気持ちいいってね。外ファンは言うちゃんな。外信者はあれがいいよって、あれがエンスワーって。はい、内戦。はい、今の俺のオーダー強いな。この前激弱オーダーつけたけん、なんかめっちゃ強く感じる。激弱って失礼やな。1番マギー、2番ウィーラー、3番フランコ。あのオーダーおもろかったなマジでな。ピーちゃん外の言うタイミング違います。いいと、俺竜やけ。でん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 。そうどうやけ、俺の場合は。そうどう。このタイミングでしょ外は。ほんとティータイムって感じ。でねえねえねえ。そうと、はい、最強最強。あれ敬遠してくれた。あー、じゃあホームラン打たせてもらいますわ。これが外です。はい、もう止まりませんよ。そうどう。えぐい。不意に来たスラブ、外角流し持ってゆく。もういいね、もういいよね。もう伝わったでしょ外が強いってこと。あの画角かっこいいよな、外の流し打ちホームランのあの画角。